吸いながら顎を上げ、7秒ハーッと息を吐きながら顎を引き、お腹の締まりを感じます。お尻を上げたままこの呼吸を全部で3回行った後、お尻を下に下ろします。うるせえな、いちいち震えてきましたね、皆さん。あ、これはやっぱちょっとしんどいのかな。はい、吸って、吐いて、ゆっくり、そうです。そしてこうお腹にぐーっと力が入ってお尻が締まっていって、腰痛改善になったりとかしていきます。で、背中の上の部分からゆっくり下ろして、お尻を床につけます。本当緊張状態だったもん。最後パッと肛門も解放するんで全部出ました。困りますね。スタジオで出されても。あ、よかったじゃねえ。血流ゼロ、これを2週間実践したナオくん。何やでしょう。